サーフォーは2019年に公開されたインドのアクションスリラー映画。スジートが監督を務め、UV クリエーションズと T シリーズが制作会社として参加している。映画はヒンディー語、テルグ語、タミル語で同時制作され、主演のプラバースのヒンディー語映画デビュー作、ヒロインのシュラッター・カップールの南インド映画デビュー作となった。 ウンバイと架空の犯罪都市ワージーを舞台に暗殺された犯罪組織狩領の後継者争いを描いている。2017年8月からインドアラブ首長国連邦、ルーマニア・オーストリアで主要撮影が行われ、2019年8月30日に IMAX で公開された。批評家からは酷評されたものの、興行収入は43億ルピーを記録した。 犯罪都市ワージーの経済と裏社会を牛耳るロイグループの資料を並んだクロイはエネルギー事業を展開するため20年ぶりにムンバイに帰郷するがそこで全狩猟プルドビラージの息子デイブラージに暗殺されロイグループの資産が積まれた船も爆破されるデイブラージは理事会を召集して新狩猟の座を狙うがロイの側近イブラヒムは抗争を避けて秘密裏に育てられた ロイの息子ビシュワクの存在を公表する。ワージーに到着したビシュワクは、ロイグループの継承と父殺しの犯人探しを宣言し、同時にロイの遺産2兆ルピーの鍵となるブラックボックスの存在を公表し、法律顧問のカルキを保管場所であるムンバイに派遣する。同時期、ムンバイでは、正体不明の盗賊による連続窃盗事件が発生していた。 事件を解決するため覆面捜査官アショークが捜査チームのリーダーに抜擢され殺人事件の捜査を担当していたムンバイ市警察のアムリタが捜査チームに編入される。アムリタはアショークに反発していたが捜査を続ける中で次第に思いを寄せるようになる。そんな中犯人と思われる男を突き止めたアショークたちは逮捕に向かうが捜査チームのデビットから情報を得ていた男は 現場から逃走する。その後、捜査チームは男が出入りするナイトクラブに潜入し、アショークは男との接触に成功する。男からブラックボックスの存在を聞き出したアショークたちも、ロイグループのムンバイ進出を阻止するため、ブラックボックスの確保に向かうが、その情報はデビットから男へ、心霊所長からデイブラージへと伝えられた。 男とアショークが対峙する中、アムリタたちは追跡していた男が本物のアショークであり、それまで行動を共にしていたアショークが連続窃盗事件の犯人サーフォーであることを知る。サーフォーはブラックボックスを手に入れ、相棒のデビットと共に現場から逃走する。アムリタはサーフォーの潜伏先を突き止め、アショークの指示でサーフォーの下で情報を探るが、 サーフォーへの思いを断ち切れずにアショークへの情報提供を止めてしまう。そんな中、隠れ家にデイブラージたちが現れて、アムリタが撃たれ、サーフォーも捕まってしまう。デイブラージは、アムリタを人質にして、サーフォーに2兆ルピーを手に入れるように命令するが、ビシュワクと手を組んだサーフォーは、デイブラージのビルを爆破し、彼が奪ったロイグループの資産を強奪する。同じ頃、 ワージー警察のジェニファーと合流したアショークは、サーフォーを追跡し、サーフォーの依頼を受けたイブラヒムに救出されたアムリタも、サーフォーを追う。アムリタは、ワージー警察のヘリコプターに乗り込むが、狙撃士からサーフォーを守ろうとして、ヘリコプターから転落する。サーフォーは、ワージー警察のジェットパックを奪いアムリタを助けるが、直後に、ワージー警察に逮捕される。サーフォーは、 心霊所長に連行され、かつてロイが支援していた廃村からの村に連れて行かれる。同じ頃、デーブラージに内通していたカルキが、ブラックボックスを奪い取り、ロイの遺産が保管された金庫に向かう。一方、アシオクは、ビッシュワクと接触し、アムリタは、サーフォーの情報を知るアレックスを問い詰める。彼らは、それぞれが得た情報から、サーフォーの正体を知る。 カラナ村に連れ込まれたサーホーはデイブラージの部下たちと戦い勝利するがそこにデイブラージが現れて彼を殺そうとするしかしデイブラージの部下たちはサーホーの仲間に撃退され彼自身も追い詰められるサーホーはデイブラージに対し自分こそがロイの息子であることを告げ彼を殺して父の復讐を果たす同時にロイの暗殺に関与した プリンス、カルキ、神ー所長もサーフォーに協力していた、イブラヒムたちによって粛清される。イブラヒムは、理事会の場で美手枠の正体が、自分の息子イクバールであること、サーフォーが、ロイの本当の息子であることを公表し、理事のプルドビラージたちは、サーフォーのロイグループ狩猟就任を承認する。数ヶ月後、オーストリア・インスブルックを訪れていたアムリタは、そこで、 サーフォーと再会する。プラバース・シュラッター・カプール・ジャッキー・シュロフ、ニール・ミーティング・ケーシュ・チャン・キーパー・アン・デ・アルン・ビジャイ、カッコ内は日本語吹き替え、ムラリ・シャルマ・ラール・マンディラ・ベイディー・マヘイシュ・マ・ンジュ・レーカル、プラカ・シュベーラー・ディ・ティー・ヌー・アーナンド・ベンネ・ラ・キショール、イブリン・シャルマ、サーフォーは35クルピーの制作費が投じられ、オーストリア、ハイデラ・バード、ムンバイ、アブダビシ、ドバイ、 ルーマニアの他に複数のヨーロッパ諸国で撮影された。2017年8月から主要撮影が始まり、プラバースとシュラッター・カプール、アルン・ビジャイ、ジャッキー・シュロフ、ラール、ニール・ニティン・ム・ケイシュ、マンディラ・ベイディが参加した。制作費の大半はアクションシーンの撮影に費やされ、スタントコーディネーターのケニー・ベイツがアクションシーンの指導を担当している。 2017年10月までにハイデラバードでの最初の撮影スケジュールが完了した。同月12月からラモジフィルムシティで第2スケジュールの撮影が始まり、シュラッターかプールは重火器を使用して撮影を行った。数日後にはドバイに移動して1ヶ月間かけて使用アクションシーンの撮影が行われ、プラバースと無形種が参加し、同時期にシュラッターは ストリの撮影に参加するため離脱した。映画の半分をハイデラバード、ムンバイ、ドバイで撮影した後、2018年2月から第4スケジュールの撮影がアブダビシで数週間行われた。同月下旬から同市で第5スケジュールの撮影が始まり、3月中旬からはドバイとルーマニアで第6スケジュールの撮影が行われた。ラストシーンと 歌曲シークエンスの撮影は、オーストリアのインスブルックとチロルで行われた。物語の大半を占めるアクションシークエンスは、2億5千万、ルピーの予算を投じて、ブルジュ、ハリファ周辺で撮影された。プラバースは、役づくりのためにカーディオトレーニングや、ウェイトトレーニング、プライオメトリックスなどの訓練を受けた。シュラッターは、映画で、 力強い女性捜査官を演じ、プラバースは影のある正体不明の男性を演じている。彼の演じる役は観客が最後まで正体を推測する謎の捜査官と報じられた。プラバースはヒンディー語版の吹き替えも行っており、シュラターはテルグ語版では声優が吹き替えている。プラバースの仇役にはニールニティンム・ケイシュが起用され、 悪役には、マンディラ・ベイディが起用されている。アルン・ビジャイは、役作りのために髪を挑発にしている。ロマンティック・ソング・シークエンスの振り付けは、バイバビ・メルチャントが担当し、インスブルックの音楽学院やインスブルック市電、旧タイ・イーザッテルの失敗ヒャー・フィン・スター・タール、アトラース・ホテルで撮影され、いくつかのシーンは、近隣のデイフェルトでも撮影された。この他にシュトゥーバイ氷河の展望台、 ゼルデンのレストランアイス級、スワルフスキークリスタルワールド、ロイテのハイライン179、ザルツブルクのレッドブルハンガー7でも撮影が行われた。アイテムナンバーはサイコサイヤーン、エンミソニ、バッドボーイ、ベビーオンというテルメの4曲が作られ、タニシュク、バグチ、グルランダは、バードシャー、シャンカルイフサーンロイ、ギブランが作曲を手掛けた。 ヒンディー語版の作詞は、タニシュクバグチ、グルランダワ、バドシャー、マノージュヤーダブ、マラヤーラム語版の作詞は、ビナヤクサシクマール、タミル語版の作詞は、マダンカールキ、ビグネシュシバン、テルグ語版の作詞は、スリージョー、クリシュナカントがそれぞれ手がけている。ゼルデンで撮影を行うプラバースと、シュラッターカプール2017年4月27日、プラバース主演作、 バーフバリオーの外旋の公開前日に、サーフォーの特報映像が公開され、彼の誕生日の10月22日には、映画ポスターが公開された。ポスターの内容について、ブレードランナー2049のポスターと類似していたため、盗作と批判を浴びた。2018年10月22日に、メイキング映像が公開され、 シュラッターの誕生日である2019年3月2日には新たなメイキング映像が公開された。5月21日にプラバースをフィーチャーしたポスターが公開され、1週間後には新しいポスターが公開された。6月10日にはシュラッターをフィーチャーしたポスターが公開され、同月12日にはプラバースをフィーチャーした新しいポスターが公開された。 7月23日にプラバースとシュラッターをフィーチャーしたポスターが公開され、同時に公開日が8月30日であることがヒンディー語、マラヤーラム語、テルグ語、タミル語で発表された。7月13日に特報映像がヒンディー語、マラヤーラム語、タミル語、テルグ語で公開され、8月10日には予告編が4、言語で公開された。8月30日に ヒンディー5番、テルグ5番、タミル5番が同時公開された。また、カンナダ語吹き替え版も公開され、マラヤーラム語吹き替え版はアマゾンプライムで配信された。サーフォーは公開初日に13億ルピーの工業収入を記録して、ロボット2.0の記録を抜き、プラバース主演作、バーフバリオの凱旋に次ぐ、史上2番目の工業成績となった。 公開2日目以降の累計工業収入は22億ルピー。公開初週末の累計工業収入は29億4000万ルピー。公開第1週の累計工業収入は37億ルピーを記録した。公開10日目の累計工業収入は40億ルピーを超え、国内純利益は公開終了時点で30億2000万ルピーとなった。インスブルック滞在時の制作チーム。 インスブルック政府関係者、サーフォーは、批評家から酷評されている。ロッテントマトズには9件のレビューが寄せられ、支持率9%、平均評価3.85、10となっている。インディアトゥデイの落車ラインパラとは1.5、5の星を与え、映画を35クルピーの薬剤と表現し、サーフォーのスクラビジュアルと、強烈なアクションシークエンスだった。 制作者たちは飛行アクションシークエンスとプラバースの存在感を出すことに夢中になり、途中でストーリーとキャラクターの設計を忘れてしまったと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのティンカル・メイ・ノーンは2.5の星を与え、脚本を酷評する反面、技術面では高い評価を与えている。タラン・アダルシュは1.5、5の星を与え、才能と巨額の制作費、そして、 機械の無駄遣い、貧弱なストーリー、混乱させるような脚本に、素人のようなディレクションと批評している。ボリウッドハンガマは2.5の星を与え、不十分で空虚な脚本に苦しめられていると批評している。CNN ニュース18のラジーブ・マサンドは1.5、5の星を与え、プラバースについて、彼は奇妙で不可思議な魅力的シークエンスで、 上半身裸で大空を飛びます。その妥当性や筋道を疑うことなく演じることに同意したことは同情に値しますと述べ、映画についてはビデオゲームの奥行きと感情的なスリルを持つ魂のない映画と批評している。バック製造会社のアークティックフォックスは、サーフォーの制作チーム及びクアンエンターテインメントを詐欺で告発した。 同社マーケティング担当ビジャイラオによると、サーフォー劇中にアークティックフォックス製バッグを登場させる契約を結び、サーフォー製作チームに370万ルピー、クワンエンターテインメントに149万ルピーの契約料を支払ったものの劇中にバッグが登場しなかったと主張した。アークティックフォックスは宣伝費用などを含め1億3800万。 ルピーの損害が出たと主張している。2019年8月15日にハイデラバードの企業、ピキシラットラブスから、ファーストパーソンシューティングゲーム、サーホ・ザ・ゲームが発売された。ありがとうございます。